写真拡大。広島さんの2阪神、8日、マツダスタジアム。敗戦を結果で振り返れば、痛恨の走塁ミスだった。初回の好機を潰し、流れを失った牽制士。ただ、出塁は、阪神、近本のアイデアが生んだバント安打で、先の塁を狙う姿勢が紙一重のアウトになった。相手のスキル、戦術に脱帽するしかなかった。いい投手なので、なかなかクリーンヒットは、少しでも先の塁を考えて、常に狙っていた。うまくやられました。振り返ったのは初回、西一、二塁。先制機で近本は二塁走者だった。1ボールからの2球目。リードを広げたところで、ジョンソンの牽制に引っかかった。左投手は二塁走者が背後になるため、試合前ミーティングでも、揺さぶれる選手は、揺さぶっていこうと指示を受けていた。吉見荘とボン荘は表裏一体。だからこそ、筒井守備走塁コーチも、隙を狙っていたのに、フォーメーションにやられた。しっかり反省して、今後に生かしたいと責めなかった。ただ、好機を作ったのも、近本のバットと足だ。三塁前に絶妙なバントを転がし、内野安打を奪った。簡単には打てない。汚くてもいいと思っていた。通算141本目の安打。並んでいた高橋由伸、巨人を抜き、セリーグ新人安打記録で単独3位に立った。6戦連続安打で9月は打率333と依然好調。火曜日からの7連戦。総攻守でチームを勝利へ導く。